時は戦国時代後期。西国最大の戦国大名、大内義隆であったが、天子の居城、合算と太政攻めに失敗してからは、武力での勢力拡大から、富国による領土繁栄に方針を変えていった。これにより、武断派の筆頭である、周防守護代、周防高房との溝は深まり、天文20年8月、周防は、長門守護代、内藤沖森や、安芸筆頭国衆、毛利元就、豊後、筑後、肥後の守護、大友義重を味方につけ、日本に踏み切った。たった数日で、大内義隆や、嫡男木戸丸をはじめ、冷泉高豊や、相良武藤といった、反政派の諸将を討ち取り、政変劇は成功。翌年には、大友義重の弟、春秀を、新たな大内家の主に迎え、高房は、春秀より変気を受け、周防春方に名を改め、春秀もまた、将軍より変気を得て、大内義長と名を改め、新生大内家が始動した。一方、周防の謀反に加担した毛利元就は、自慢の謀略と計略、そして統率力を発揮し、安芸にある大内直轄領の城を次々に攻略。切り取り次第の条件通り、それらの領土は毛利が支配する地となった。大内の混乱を察知した天子春久も即座に動いた。幕府に献金し、新たに林檎、備中、備前、今坂、稲葉の守護職を得た春久は、守護の名のもと、新宮島に林檎侵攻を命じた。しかし、その動きを察知した元就の謀略にはまり、天子軍は撤退。山の内や高野山といった天子白二州が毛利に転じてしまい、林檎を制圧どころか支配地を失う大失策となってしまった。残す幡ヶ石山城の枝高面も城を捨て逃げたため、元就は幡ヶ石山城を得ると、この地を直轄領とするべく地侍や領民の説得に動いた。しかし、その幡ヶ石山城に援軍として向かっていた大内家臣偉房秀の隊がやってきた。王との噂を聞いた世良軍や三谷軍の地侍らが続々と従属を求めに参っており、城下は長蛇の列に。そうか、宗家に従うなら土地を奪うことも人質を求めることもせぬゆえ、案ずるでないと伝えよ。はは。参った者の名と住んでおる軍や村を帳面に記し、兵のところは帰ってもらえ、あと逃げた枝高面や糸井といった天子派の者を捕らえた者には価格の褒美を与えるともな。あまり大盤振る舞いしては高本様からお叱りを受けることに。山名最高軍が滝山城に残していった戦利品で賄うで、案ずるな。そうなのですか。ごっと、坂本には隠しておることゆえ漏らすでないぞ。心得ておりまする。ハニ様は今では父上よりも怖がられている存在だと耳にしました。そうなのか。ええ、あわや役にしら奉行衆の検地に始まり、主な席や港にはハニ様の直身や陪身を配属し監視する徹底ぶり、不正した者には容赦なく処罰も加えており、皆怯えて暮らしているとか、いないとか。ほう、どっちなんじゃ。まあ、私からすれば、やっと、毛利もまともになってきたなってとこですね。偉そうに。はあ、よかった。枝の攻略はなされたのですね。ふむみての通りじゃ。援軍に向かってきておった枝隊は、周防に戻っていったか。いっけ、それが。大内軍、林檎先遣隊の頭、毛利元就殿。林檎の天子派一層、誠ご苦労であった。へえ、エラ隊の助けなどこれっぽっちも必要とせず、我ら安芸国衆の目覚ましい働きによって林檎を平らげてみせましたぞ。そうかそうか、誠ご苦労でござったのを。さあ、あとは我らエラ衆に任せ、おのおのの所領に戻られるがよい。寝言は寝てから申してくだされ。寝言はどちらでしょうや。こちらを読まれれば元就殿の目を覚まされるである。これは大内義長殿の出事情。最後まで抵抗を続けておった枝高面じゃが、我らの隊が向かってきたことで籠城を諦め逃げていった。よって枝領は当家の直轄領とし、わしが旗返し山城の城代として入る。義長様はそうお命じになられておろう。なるほど。されどこんな山奥の地を得たところで使いづらいであろう。安芸支軍の当家領と枝領を交換するはどうじゃ。そなたの兄が入っておる桜尾城と隣接する地じゃぞ。いやいや、出雲やびっちゅうからいつ敵が押し寄せてくるかわかりませぬ。戦続きの元就殿を助ける上で、わしをここに詰めるよう殿は命じておられる。喜んでもらわねば困るぞ。はははは。まあわかり申した。今宵中にも体を解いてくだされよ。承知じゃ。そうじゃ、来年には石見の吉見討伐となろう。毛利や安芸国衆も召集となるゆえ、せいぜい元就殿の奇策とやらを義長様の前で発揮なされるがよい。ははははは。
これは明らかに末殿の入れ知恵かと。はあ、大内殿がこのような指示を入れるとは思えぬ。あらかじめ末殿が矢に命じておったことであろう。少々目立ちすぎましたね。元より覚悟しておったことじゃ。されどビンゴのど真ん中に大内の拠点を持たれたとなっては少々策を変えねばならんか。とのように東じゃ。い、備中に。はあ、備中に備前瀬戸内を急ぎ固めに動くぞ。い、備中はビンゴをしっかり統治してからだと。その統治が叶わぬゆえじゃ、高本も勝路が増すなら異音はなかろう。三村や石川らの要請を受けるので。今なら我らに都合の良い盟約も結べよう。高影は野宮三島そして村上といった水軍に所望する瀬戸内の島や港を聞いておくのじゃ。承知です。よし南長田、これにて解体とする。主高本からの感情は追って届けるゆえ帰り自宅に取り掛かるのじゃ。お隣は主従先の主、大内義長の命に従わざるを得ず、しぶしぶ、枝領を偉房秀に譲り、吉田郡山城に帰ることとなった。その頃、西岩見の吉見領では、末春方による潮止めや関封鎖などの締め付けが強まり、吉見政頼は我慢の限界を迎えていた。やられた。今度は何じゃ。港です。姿浦に突如海賊の船団が現れ、漁師らの船がすべて沈められた。それに飽き足らず村に火まで放ってきたが、ワニ坊山城の秋山隊が出撃しなんとか賊を追い払ったとのこと。されど村人らは落胆しきっておるとのことじゃ。当世末の息のかかった者らじゃ。数倍に膨らんだ石鎮に潮止め、そしてこたびの港潰し、末は我らを追い込みに追い込み、はあ、我ら側から挙兵させたいのであろう。挙兵しては大内に弓引くことに。今の大内は吉沖様吉高様が権威を保ってこられた大内にあらず、出道な末春方が取り繕っておる見せかけの大内。何か考えがおありなのですな。は、入っておいで。は、亀王丸様、いつわこ様を作りに。ほいらの子ではない、亡き大内吉高公の四男勘治丸ぞ。は、勘治丸君、生きておられたのですね。もしや勘治丸君を担ぎ挙兵すると。は、そうじゃ。されど末は我らが挙兵するのを待っておりましょう。戦となれば南からは末や内藤の隊が、東からは増田や戸井田の隊に攻められ、我らは常に隊を分散して当たらねばならなくなりまする。大義があっても戦を有利に進めることは。その通りじゃ。故に出雲の天も、そして秋の毛利、この両家のどちらかと盟約を結ぶことが必要ぞ。挙兵はそれからであると。いや、我らが大義を掲げ立ち上がらねば、天も毛利も腰を上げぬであろう。それに我が領の疲弊はすでに始まっておる。一刻も早く家臣や領民を鼓舞せねばならぬのじゃ。承知いたしました。されど天子はビンゴ攻めに失敗し、美作から備前へと目を向けており、毛利に至っては末の謀反に共謀していたと聞きまする。どちらの調略もうまく運ぶとは思えませぬが。天子春久は確かに何とも言えぬ。されど毛利高本殿はその昔、商人として山口で暮らしておられた時、大内に伝わる武士の教えを読み聞かせたはこのわしじゃ。教養から武芸のたしなみに至るまで面倒を見たのもわしぞ。心優しい高本殿がその恩を忘れるはずがない。心優しい高本殿であれば、そもそも末と結託しよしたか様を裏切るなどされるはずがないのでは。お隣殿じゃ。表向き家督は譲っておるが、今なお家の方針は元成殿が差配しておるからじゃろう。毛利元成は末春方と実婚の間柄とも耳にします。その元成を離反させるのは至難の業かと。故に毛利家当主高本殿にすがるのじゃ。恐れながら申しまするが、十中八九不守備に終わるかと。あ、分からぬではないか。は、はは。ではそれがしは旗野と挙兵の支度に取り掛かりまする。は、兵糧の蓄えも怠るでないぞ。承知に。大内義高の姉婿、吉見政頼は、義高の忘れ形見、勘治丸を擁し、打倒末春方を掲げ、挙兵した。吉見から内容を求める密書は、無事、毛利高元に届けられた。父上、こちらな、備中の三村から届いた文。違う。それは、厳島や秋灘での打別戦や警護鎮を、白井や野間といった船手衆と陽動に分けよとの大内からのお達しに納得しておらぬ村上武義からの嘆願状じゃ。そうかそうか。じゃあこっちな三村からの文だな。違う。天子の赤名衆が川を越えて勝手に開墾しておることが分かったゆえ、いかに対応するべきかを問うてきた口場道義からの文書ぞ。
ああ、確かにこれは道吉の字だ。じゃあこっちだな。全く違う。大友家の下半集、グスキア・キツグ殿から届いた、大内を介しての交易について、細かく指示して参った文書じゃ。ああ、こんなにたくさんあっては探せませぬ。三村から届いた文はどれなので。ここにはない。そう、それを先に教えて欲しかった。ではどこに。今は、坂影が持っておる、間もなく来る頃じゃ。兄様、前座のお勤めご苦労様。うるせえ！偉そうに上から言うな。少なくとも兄様よりかは偉いですので。なんだと、弟の分際で生意気な口を。ははは、は、兄様は心得違いをされているようですが、塩、魚、紙、衣、農具、武具、これらすべてが滞りなく、かつ安く山奥のど田舎吉川寮まで届いているのは、ひとえに当家が瀬戸内をしっかり抑えているからです。どちらが偉いかなどわらべでもわかること。言ったな、新高山城の材木を調達してやったわ俺だ。あの吉川ヒノキはめっちゃ高値で売れるんだぞ。吉川ヒノキ、ははは、名前までつけるほどの材木ではなかろうかと。なんだと。兄様は飛騨や木曽のヒノキや杉を知らぬようですね。強度、粘土といった耐久性はさることながら、あの高地で育った独特の高貴な香りは吉川ヒノキでは足元にも及びませぬ。嫌だったな。ならば材木を返してもらう。できたばかりの新高山城の櫓も柵も俺がぶっ壊してやるぜ。やれるもんならやってみなされ。まあ先にぶっ壊れるのは吉川家になりましょうがね。今のうち強まっておけ。燃える新高山城を見て泣きついてくるな。いてて、おやしては材木が取り返せぬぞ。た、確かに兄じゃ生まれてきた甥っ子はこう鶴丸と名付けたと。おい、やっとせがれのことを触れてくれたか。そういったところな元春の良いところだ。墓金と地ない俺は気が利きまするぞ。まあそうしておこう。我がせがれこう鶴丸は後に日の元の大老となる。天下分け目の合戦では西軍の総大将にもなる器を秘めてもおる。日の元の大老、天下分け目の合戦とは何のことに。それほどの大器を持つ武者に育ってほしいと高本は願っておるのじゃ。ははあ。高本、備中の賢者が備前からも。父上、その前にこちらを。これは岩見の吉見殿からか。で、毛利高本殿、岩見鹿の足軍の領主、三本松城を拠点に北は下瀬山城、西は奈良との金城までも支配下に置き、大内の先代大内吉高殿の姉を妻に持つ旧大内の一門衆、弱い四十一となった吉見正頼じゃ。自己紹介が長い。こんなお方であったかの。ええ、山口で吉見殿にいろはを教示いただいたのですが、毎度前置きが長うございました。そう、そうか。もうあれから一回り月日は流れたか。そなたが秋の国に戻るとき、わしにくれたものがあったであろう。朝でこしらえた風雲長久のお守りじゃ。今もなお大事に肌身離さず持っておるぞ。そのご利益もあり、こうして生きながらえておる。そうじゃ、山菜の選別を教えに山に入った時のことを覚えておるか。思い出話はまだ続くのか。ええ、しばらく続きますゆえ飛ばしていただいて、こたび密書あたりからが本題に。うむ。こたび密書を高本殿に届けたは他でもない。実は大内義高殿の忘れがたみ勘治丸君をわしが庇護しておる。嫡流の血を継ぐ勘治丸君こそが誠の大内家の当主である。それを大義に掲げ、大内義長、そして大内を衰退させた首謀者姓春方を打倒すべく挙兵することを決めた。すでに肉気姓からの要請は入っておろうが、どうかわしに力を貸してほしい。亡き義弟義高様、そしてわしにも恩を感じておる高本殿なら必ずや応じていただけると信じておる。信じておりまするぞ。本気せがましいが、まあ申しておることはようわかった。されど義高殿の四男が牛見に庇護されておったとは。それがしも驚きました。てっきり皆大名寺かマラカン飲んで撃たれたとばかり。それゆえ少し調べてみたのですが、末の起こした反乱で撃たれたのは大内義高殿とその嫡子木戸生丸までであり、愛刀での娘との間に生まれた亀治丸、そして今日から下校してきた救助との間に生まれた勘治丸、この男二人は難を逃れていたようで、おそらく亀治丸は内藤家にかくまわれ、そして勘治丸が吉見家に庇護されていると。よう調べたのを。されどあれほど男に縁のなかった吉高殿であったが、木戸生丸もそうですが、誠に吉高殿の子であるかは舞つばものであると。されど山口の悲観が記した書に名があるのならば、里へ父が違っておろうと吉高殿の子である、すなわち大内の家督を継ぐ立派な後継者じゃ。ゆえにこの吉見殿からの要請に応じ、
大王子を誠の大王子とさせるべく、吉見と手を組み、末春方を討ち、大王子吉永を再び九州に送り返すべし、などと口にされるおつもりではないでしょうね。ああそうだ、アマモの新宮島も売っ払い、ビンゴのほぼ全域を当家は支配下に置いた。秋とビンゴの国衆を動員すれば、今の大王子を崩すことも。ハニ様は瀬戸内のことを理解しておられません。海の話をしておるのではない。まずは周防山口を取り戻すべく吉見。良いですか。瀬戸内は博多から堺、そして機内へと通じる最大の商路、この利権をかけ、これまで大王子と大友を争ってきたのです。その大友家から吉永殿が大王子に養子入りし継がれたからこそ、当家しかり、村上しかり、白屋の間といった秋灘船手衆しかり、ここらの海に混乱は生じておらぬのです。されど兄様が吉見と結び山口を攻めるなどと触れを出したなら、途端に海手の国衆は混乱に陥りましょう。大王子に従うべきか毛利に従うべきかとね。小早川母僧だと申したいのか。いそうです。少なくとも野宮三原に村上の水軍は真っ二つに割れるでしょう。大王子や大友から認められた証券を死守したいものと、他派の好機と捉えるもの、また毛利と大王子が通じておるからこそ、毛利にしぶしぶ従っておる国衆らも反旗を翻す好機とばかり徒兵する恐れもあります。わしは一刻も早く恩丸義高殿の無念を晴らしたいのだ。その義高殿の高揚しての戦いゆえに、打って出る価値はあろうぞ。また兄様の悪いところが出た。1にメンツ、2にメンツ、3しもメンツで5にこもる。うるさい。裏切り者の末春方に加担し、大王子の直轄領をせしめた盗人だと方々でわしは言われておるのだ。まあ父上なのですけどね。保守はわしなのだ。結果わしの悪行として未来永劫を語り継がれるのだ。申されたいことはわかりますが、吉見と手を組む、すなわち末春方と敵対すると報じれば、秋やビンゴの各地で反乱が勃発し、周防に出兵するどころではなくなります。海手衆のことは高影が何だ。まだわかりませんか。私は吉見からの要請に応じるべきではないと申しておるのです。よって兄様が吉見と手を結びになられるなら、小早川は毛利から離れます。よっしゃ、高影は敵だな。いてて余っておれ。ここまでだ。坂本陽は勝ったであろう。宗家が今大内安江を敵に回せば兄弟が割れることになる。ここでさえそうなのじゃ、宗家に近しい天野や平賀といえど当家を見限ることもありうる。そうなれば再び秋が千段の地となってしまうぞ。それを覚悟の上でも吉見の求めに応じたいか。言えそうは思いませぬが、さりとて今の大内に安江春方に従い続けるは嫌でございまする。末殿を嫌う気持ちはわからぬでもない。わしも義高殿への恩は忘れてはおらぬ。されどその裏で当家を持ち上げてくださったのは末殿なのじゃ。それを忘れてもならぬ。では父上は今のままでよいと。いや、今の関係を維持するは困難であろう。いずれ西王津妃は来ると。打てるかどうかはわからぬが、いずれ戦わねばならぬ流れになろう。そうであるなら、父上は末を討伐する気をいつと定めておられるので。国衆次第じゃ。秋やビンゴの、いや備中もじゃ。これは誰からに。備中国衆成和城の三村家近からぞ。毛利元就殿、申された通り備前の浦上宗家では過去の遺恨を捨て我らと盟約を結ぶことを認められたぞ。備中や備前から雨子の脅威を取り除く毛利の加勢が得られればそれは叶うのじゃ。されど宗家でと結ぶことに異を唱える一族もおる。お約束に従い一刻も早く出兵いただき、毛利のお城建てのもとわしを備中の君主にしてくださいませ。備中の君主などと父上に対しようもかけましたな。ある意味表裏ないまっすぐな将とも取れよ。されど三村への援軍派兵は時期尚早であると仰せでしたが。はあ、そのつもりじゃった。故にあえて不可能であろう浦上宗彼との輪に締結を条件にと遠投しておったのじゃが、三村殿はそれをやってのけたのじゃ。話を戻しますが、父上はこの三村からの要請に応じ、備中並びに備前の国衆らを従わせることができぬ限り大内の傘下を抜けることはせぬというわけですね。その通りじゃ。承知いたしました。旗返し山城に入ったエラの目もある。わしや高本は備中に動くことはせぬこととする。では誰を援軍の頭に据えると。高影じゃ。そういうことです。では行ってきます。は、頼んだぞ。香川熊谷上原といった隊も与力として向かわすが、
あくまで我らはここで知らせを待つこととする。吉見殿を見殺しにするのは心苦しいですが。吉見領は広い。それに居城の三本松城は難攻不落とも聞く。末殿がどのように攻略するか、今の大内軍の力をしっかり測らせてもらおうぞ。あ、なるほど。備中に向かう小早川隊への兵端を調整せねばなりません。すぐに奉行衆らを集めまする。はあ、頼んだ。兄者炭鉱部ができたではありませんか。あれ、終わったの。元就は吉見正頼からの求めに応じず、大内への従属を続けつつ、東の備中や備前に目を向けた。一方、周防の大内館には次々と吉見挙兵の報が届けられていた。春方様、やっと吉見が反旗を掲げましたな。はあ、これでよい。されど勘治丸には吉見のもとにおられたとは。まこと勘治丸であるかどうか疑わしいものじゃ。勘治丸はマラ観音で撃たれた。吉見が担ぐは偽物であると方々で言いふらせ。承知いたしました。されど一つ懸念が。なんじゃ。大東殿のご加減が一段と悪化しており、長門衆の士気にも影響が。そうか。くすしも最善を尽くしておると聞く。あとは神に祈るほかなかろう。そうですな。ふさなが、ここに。こちらの戦意を高める必要がある。これは相良武藤が生前吉高公に送っていた申し状じゃ。杉重則殿が誰よりも先に春方様を討伐するよう吉高様に訴えておったと。はあ、杉重則はわしを亡き者にしたかったが、時勢を察知し土壇場でわしに組みすることを選んだ。杉を見せしめに使うのですな。そうじゃ。杉は吉見にくら替えされても困るでな。草田がすぐにも隊を引き、杉重の利を中殺しに向かえ。承知いたしました。笠井殿、今戻ったぞ。谷上待っておりました。吉見の挙兵に賛同する者はどのくらいじゃ。お主が危惧していたほどではない。岩三河の足分の山賊高知衆は吉見の求めに応じないとのこと。長門の阿部分じゃが、吉見と縁戚である平山衆は敵となったが、福田衆や黒川衆は当家に従うと文が届いた。なるほど。これなら時はそうかからぬな。策は検討していた四方からの包囲戦で行くこととする。まず吉永様を総大将とする本隊は岩見寺を北上し、渡り川城に本陣を置き、三本松城の南の市場徳佐城を落とし、野坂峠を目指す。台東、青影、町野ら長門軍は萩から東に進軍し、平山城や鰐坊山城といった阿部軍の城を落とし、北からの補給路を断つ。兄上や増田衆は北から南下し、下瀬山城を包囲。そして寺尾吉綱が滝やビンゴの国衆を率い西へ進軍し、雫城、温舞城、三ノ瀬城を落とし、三本松の包囲に加わる。この段階で吉見は降伏するであろうが、なおも矛を収めぬようなら、吉永様の号令のもと毛利らに城攻めをさせ、吉見正より並びに勘治丸を討つ。承知した。我ら岩見衆のことだが、岩見銀山を浜子に奪われたことや、小笠原が浜子に転じたこともありしきは高くない。それに下瀬山城の下瀬にはこれまでも幾度と停滞敗戦を味わってもおる。へえ、考えておりまする。岩見衆は北から下瀬山城を睨んでおいていただくだけでようござる。下瀬頼貞の隊を北に釘付けにする間に三本松城を陥落させまするゆえ。なるほど。我らの隊は敵を二分させる陽動なわけじゃな。そういうことに。高代殿、年が明け春までのどこかで出陣となる。長門の国衆らに支度を進めるよう伝令を頼む。はは、出陣日は雪解け次第ということに。いや、毛利次第じゃ。秋の毛利高本殿に厳密に申せば毛利元就殿次第。こたびの吉見討伐は毛利を筆頭とする秋や備後国衆の軍にしっかり働いてもらう。その者らの支度が整い次第というわけじゃ。血を流すは秋や備後の兵、すなわち毛利派の力を削ぐ狙いなのですね。ははは、さすが沖毛利殿の孫じゃ。備後から雨穂派を一掃したことで毛利の力は増しておると聞く。ここらでおとなしくしてもらわねばならぬでな。むしろ参陣した元就に対し無断でビンゴに攻めた罪で知人に追い込みましょうぞ。お隣殿は吉見討伐をなすための大事な駒じゃ。それに雨事の干渉としてこの先も元就殿や高本殿には働いてもらわねばならん。毛利に限らず従属国衆らは何事もいけず殺さずぞ。はは、高金殿、覇気への使者ですな。はあ、そうじゃ。ヘラ兄弟では元就殿を動かせぬ懸念もある。
ここは元成殿の信頼を得ておるそなたに名代を託したい。確かに受けたまわった。して以下ほどの数を要請する。少なくとも5000、できれば偉隊も含め万の分で東より岩見へ進軍してほしい。なるほど、期待に添えるよう尽力してまいる。ふむ。末春方は大内に半旗を掲げた吉見正頼の討伐に向け、各地に挙兵の伝令を飛ばした。広永高兼が名代として山口を出立した頃、安芸国では毛利元成の命によって小早川高兼を総大将とする総勢4000の軍が東に陣を進め、備後滝山城に入った。笹岡砦からは村上武雄氏も呼ばれ、遅れて備中から三村家近の隊もやってきた。いや、遅れてすまんすまん。高子市場の伊勢貞勝殿を説得するのに時を要してしまう。我が領に呼びつけてしまったゆえ、地産については問わぬ。私が父毛利元就から総大将の命を受けまいった小早川高兼です。おお、会いたかったですぞ。備後山名を滅ぼした計画の多くは小早川殿の発案であったと聞く。さぞ陰険画を飲む者なのだろうと想像しておったが、このような弱々しい若造であったと。英訳を保護にします。すまんすまん、見た目で判断してはなりませんな。されど後ほど見た目で判断しても良い悪商売やってくる。以前の裏紙宗影殿に。いや、宗影の名代じゃ。宗影殿とは会えないのか。ええ、美作の豪族ご当主が雨子春久の主力に潰され、備前との境の茶臼山城まで雨子軍が入ってきており、裏紙宗影はこの天神山城から動けんのじゃ。なるほど。先ほど伊勢貞勝の名が出たが、備中の伊勢氏といえば幕府万所執事を代々務めるあの伊勢の。本家は京に本願を領しておりますが、伊勢貞勝も諸家の者に。ならば伊勢の高子市場の地は関東久保や関東関連を躊躇なく打ちまくり、伊豆に相模、そして武蔵へと領土拡大を成し遂げた戦国切手の風雲寺、総雲庵総水公の生まれ育った地であると。そう、総雲庵。伊勢総水、巷では北条総雲の名で親しまれています。関東の最大勢力である小田原北条家の初代主。そんなことも知らぬで、ようも備中を制しようと口にできましたな。ああ、伊勢総水ね。総水です。次ふざけたことを申したら、首を跳ねますよ。これはご無礼を。こちら、毛利家当主である兄の高本が定められた名約の条項です。小島までの瀬戸内の商いは、すべて小早川と村上に譲るべし、とは。読んで字のごとくです。小島の西にある元太城、ここを村上に譲っていただきます。商船の行き交う津笛村と下津井村には当家の拠点となる砦も築こうと思います。すなわち友の津から小島までの備後灘と備中灘を我らの領域とすることを認めていただくということです。小島は備前領じゃ、わしが手出しはできん。それに備中灘の島々には手に負えぬ海賊が要求。小島については浦上宗影殿の名代にも打診するとしましょう。島の海賊についてはこちらで退治しまするゆえご案じなさらず、三村殿はそのことを了承していただければよいのです。まあわかった。他は毛利に従う旨の起承文か、人質は出さんでよいので。そのようですね。それは助かる。して将や雨子の動きはどうなのです。うむ、こちらの絵図で説明する。備中を制する上で必ず倒さねばならぬが、松山城に拠点を置く正為助じゃ。それを援護するが浅江城を拠点とする植木秀長、そして宇山久兼、川添久盛といった雨子の将、さらには美作に入った新宮党の雨子実久や隆久も加わったため、わしの成和城を近々狙いに動いてこよう。なるほど、敵は来ただけですか。いや、小一族でもある猿掛城の保井田壇上は毛利と通じることに異を唱え、雨子に転じると言い出した。保井田は西国街道を支配して毛利放置はできぬ。また備前の裏紙と結ぶことに納得できぬと文を送りつけてきたが、忍ぶ山城の石川久忠じゃ。久忠はこれまで領土をめぐり裏紙と戦っておったのも、されど石川家総領の石川久友は当家に従うと申しておるゆえ、石川は割れておる状況じゃ。わかりました。私は時をかけての戦は好みませんが、されど知らぬ地に深入りするのは避けたいです。じゃが北備中に新宮島も入ってきたのじゃ。
我が成和城に入っていただけら城兵らも奮い立ち、将に加担する天子春久や新宮党の真理を逆手に取るのです。さあ逆手とは。天子は備中備前備後の守護、そのうちの備後は毛利派に敗れ統治を諦めた。ならば備中と備前だけでもと焦っているわけです。いまいち逆手に取る策がわからぬが、その焦りにつけ込むだけです。つけ込めば即座に我が城に攻め入ってこようぞ。相変わらず頭悪いな。浮田小早川殿、こいつです。こいつが人相通り性根の腐った備前の悪将浮田直家。手を組みたいと言ってきておいて、その紹介はあんまりだ。気をつけてくだされ。小早川殿、一心のためなら一族だって平気で殺めるもの。ご案じなく、私の父も同じですから扱いは慣れております。そなたな、小早川隆景殿か。切れ者として山陽中にその名は知れ渡っておるな。なるほど、俺に似た匂いがするな。え、で、私ってそんなに臭いです？その匂いではない。てか俺が臭いみたいではないか。黙るな。お主いつから話を聞いておったか知らぬが、小早川殿の逆手の策がわかるのか。はあ、簡単なことだ。ホイダの猿掛城をとっとと包囲してしまえばよい。さすれば天子や将は助けに向かわざるを得なくなる。のこのこ出てきたところを襲撃してしまえばよいし、援軍に来ぬようなら猿掛城を落とし、天子の無力さを方々で言いふらせば敵の戦意はガタ落ちだろう。将の松山城からホイダの猿掛城まで六里ある。その間峠越えも多々あり、我らの砦だってあるのじゃ正気の行軍とは思えぬぞ。ゆえに浮田殿が申された通り、来ぬなら来ぬでよいのです。今は天子の威信を低下させることが何より重要、そして敵に考える暇を与えぬが何より肝要。そう、そこまで申されるならその策で進めましょうぞ。お任せください。その前に浦上宗景殿の名代浮田殿にこちらを。毛利の当主毛利高元からのこたびの名約状にございます。なるほど、天子の脅威を取り除くな我らにとって共通の狙い。この条件であれば宗景殿もご納得されよう。されど一つ確認だな、小島までの海域とは島西端までの備中灘のことか、それとも島周辺の海域も含めてのことか。ははは、気づかれましたか。なれば島の西端までとしましょう。よかろう、備中で兵がいるようなら俺に言ってくれ。あと毛利の肩入れについては最大限活用させていただくな。なだけで十分だ。わかりました。では小早川殿、不甲斐ない二村に尽力くだされよ。うるせえ。そうじゃ、小早川殿に会わせたいものが。こう誰でしょう。藤井殿、入られよ。赤谷城主藤井光源と申します。あの山名西行軍に加担していた藤井に。いかにもに。ほ、とがめないでいただきたい。藤井殿は山名家に恩を受けていたため、やむなく加担したまでに、今は当家と結んでおり、与力として働くと申しておりまする。地の利も熟知しておりますれば。まあ三村殿を信じることとします。藤井殿には先方兼猿掛城までの道案内を頼みますよ。喜んで仰せつかりまする。ではお二方すぐにも動きますよ。まず三村殿は居城に戻り城を固めてください。また敵の偵察を欺くため砦で。小早川隆景は即座に動いた。まず海手では因島や野島の村上水軍に備中などの制圧を任せ、毛利派の上原や奈良崎の隊2000を先遣隊として備中に向かわせた。藤井の隊と合流した毛利派衆は街道東に向かい、大きな抵抗もなく猿掛城西向かいの岩山に陣を置き、城の包囲を開始。遅れて東から石川久友の隊も包囲に加わり、総勢3000近くの兵に猿掛城は囲まれた。突然の包囲に驚いた保田壇上は松山城に助けを求める使者を放った。こちらに寝返ったばかりの保田の城が囲まれておるじゃと。ああ、これじゃ。お、毛利派の国衆がやってきたのか。三村はこれまでも幾度と毛利に援軍を請うておったが、いよいよ来たということぞ。急ぎの知らせ申せ。あ、成和城周辺の砦兵の数が減っておりまする。村人の話では猿掛城の方位に向かったと申す者。三村家近も向かったか。いえ、成和城に詰めたままにございます。うむ、三村がこの松山城を睨む間に毛利の手勢を借り猿掛城を落とす狙いってことか。箱むが3000ほどであればしばしは耐えられようが、
我らが助けに向かわればいずれ落ちよう。3000の敵兵を相手にするにはこちらもそれ相応の数を動員せねばならん。成和城に三村が入っている以上、この松山城を手薄にはできぬ。豪族なのであろう、見捨ててしまっては。確かにホイダは我ら一族でのものであるが、わしに逆らい続けていたもの、我が領を危険にさらしてまで助ける気になれぬ。助けねばならんのだ。さ、実久殿、お早いおつきで。将殿は何か心得違いをされておるようだな。ホイダ男女は当家に従属を誓ったもの、将殿との過去など何ら関わりなきことだ。それはそうでございますが。いいか、これ以上毛利派の者らの好きにさせてはならぬ。そして助けを求めておる者に遠慮せぬでは、いよいよ雨物なら、いや新宮党の名が伝ってしまうのだ。承知いたしました。新宮党が指揮いただけるのでしたら従いましょう。この文によれば、派兵されたは上原に奈良崎のビンゴ衆か三村からの要請らしつこいで、元就は適当にビンゴ衆をあしらっておるだけだ。そうであろうか。そうに決まっておる。今はいかにしても当家の、いや新宮党の威信回復をせねばならん。このビンゴ衆を蹴散らせばそれがなせるのだ。わしが率いるが2000、正体も合わせれば3000にはなろう。日が昇らぬうちに織田軍まで南進し、石川隊を朝だけで壊滅させる。そしてビンゴ衆を撤退に追いやり、三村を追い詰めるぞ。承知いたしました。さあ者ども、明後日出立とする。急ぎ出陣の支度に入れ。高影の狙い通り、雨子実久は猿影城の救援に向かうことを決めた。その頃高影は小早川水軍を率い、村上水軍と共に備中などの制圧に動いていた。従わない海賊衆はことごとく攻め潰され、小島に到達すると元本城を制圧、津笛村に上陸し拠点の砦構築を進めていった。ここまで来ると四国の讃岐も目の前だな。あちらには手を出してはなりませんよ。分かってますせ、小早川の旦那。一中の松山城で動きが。そなたは確か関州の。ええ、そうです。もしや出陣の支度を始めたと。はい、すでに偵察隊が先に城を出ております。早ければ今日か明日には。狙いは成和城ではなく猿掛城なのですね。偵察隊の向かった先からしてそうであろうかと。よう知らせてくれました。武吉殿、因の島衆は雨ごとの戦に備え連れて行きます。の島衆は引き続き島の地侍らの説得と砦の不信を進めてください。任せておける。宗勝、島を離れますよ。離れると、もしやもう将が動いたので。ええ、数日のうちにやってきます。新宮島は出てくるでしょうや。まだわかりませんが、ここまで早く動いてきたということは決起の言うである雨子実久の決断であると見ます。ではこちらもそれなりに覚悟せねばなりませんな。そうですね、飲み衆は因の島衆と連携し、いつでも船を出せるよう支度を。心得ました。おととき猿掛城の東に布陣する石川久友殿に、いつでも強撃に動けるよう伝令を頼みます。はすぐにも。松山城の動きを察知した小早川軍は島を離れる支度にかかった。一方、城を出た小為助と新宮党の隊は、小早川の主力が備前付近まで寄せていることなど知る由もなく、猿掛城の救援に急ぎ向かっていた。川沿いを南下し、仏ヶ峠を越え加藤軍に出ると、西に進軍、いよいよ石川隊まで藩里の地まで迫った。実久様、水です。おお、欲しておったところじゃった。しかし峠越えにここまで手こずるとは、もう日が昇ってきやがった。ハニじゃ、石川隊は藩里ほど先とのことだが、ここまで明るくなっては朝掛けは通用しない。兵らも疲れておるゆえ、休ませる間に策を練り直すべきでは。ダメだ、ここで足を止めては敵に構えられる。後方に敵へを確認。東から敵じゃと。もしや裏上宗影の大官。違います。上り旗には三つどもえの門、あれは小早川です。毛利の派遣した隊ではないかと。ああバカな、何故東からやってくるのだ。小早川は水軍を有しております。おそらくは海を使い柳原か倉敷で上陸したのでは。数は分かりませぬが数千はおろうかと。あ、大変です。猿掛城を囲っていたはずの石川隊がこちらに向かってきております。あらかじめ布陣を変えて構えていたと思われます。まずい。このままでは強撃を食らいまする。北の森に逃げましょうぞ。いや、石川隊を蹴散らしてやれば猿掛城に入れる。後方の小早川のことは考えるな。強行突破で行くぞ。全軍突撃だ。強撃を受けては勝ち目はないと判断した雨子実久は、石川隊の突破を試みた。
しかし夜通し進軍を続けてきた天子兵に突破できる力は残っていなかった。石川隊と衝突したようですぞ。新宮島の旗差しも確認、やはり来ておりました。ここが天子実久の墓場となるのでしょうかね。さあ石川隊の加勢に向かいますよ。全軍全速力で新宮島の後方を突きなさい。おりゃおりゃ、兄者突破は無理じゃ。これ以上無理強いしては犠牲は甚大になりまするぞ。くっそ、北ビンゴでは吉川に執拗に追われ、今度は小早川に追われるのか。兄者は新宮当主を引き継ぐお方、新成は拙者に任せ、急ぎ北にお逃げくだされ。すまぬ、生きてみまさか府中で会おうぞ。わかりました、ゆえ急いで。ああ、仁次郎、友をせよ。はは。ビンゴに続き、備中でも新宮島は総退却となった。ビンゴの時と大きく違うのは、不利な野戦に挑んだことで多くの兵を失ってしまったことであった。おっぽい、これは絶対のホラガイじゃが、実久殿はどこにおられる？実久様はすでに北に逃げ落ちております。なんじゃった。将様も急ぎを逃げくださり。囲まれたか。将殿と聞こえましたが、将家の主ハメスケ殿にござるかな。将かもしれぬし、将じゃないかもしれぬぞ。前よ。なぜ切らぬ。さあ皆の衆、新宮島は逃げ去り、将タメスケの身柄は小早川が確保した。戦はここまでじゃ。やり刀を下ろせ。よしました。小笹丸城に詰めておる熊谷殿に策の成功を知らせ、すぐにも北に向かうよう伝令を飛ばしてください。承知つかまつった。逃げた敵兵を追う必要はありません。散った者らを供養しのち猿掛城を落としに向かいます。すぐにも取り掛かってください。小早川隆景は捕らえた将為助を連れ猿掛城に向かった。すでに新宮島の敗走を耳にしていた城主小井田壇上は城を明け渡し降伏した。一方、小早川からの指示を受け小笹丸城を出立していた熊谷や香川の隊は成和城の三村隊と合流し、備中松山城へ進軍。留守居の植木秀長や宇山久兼は新宮島壊滅や将為助捕獲の知らせを受け、城を捨て本領の三正へ撤退。松山城を抑えた三村家近が備中のほぼ全域を支配下に置くことになった。小早川殿、いや小早川様、半月そこらで備中の敵を一掃させるとは誠恐れ入った。あしてしかるの地に大事をなす、ご存知ですか。いえ存じ上げませぬが。でしょうね。中国武家七書の一つ五子の一節、団結していなければ劣勢に出るべきではないと記されております。新宮島を率いる将が直上傾向の天子実久だからこそ、こたびの策は成功したのです。よくわかりませんが、わかりました。敵将の正常を理解した上で策を定める基本中の基本ですよ。敵を知り己を知れば百戦危うからず、こちらも武家七書の一つ孫子の一節ですな。もうそこらでご勘弁くださいませ。はあ、三村殿の長子は確か四郎殿でしたな。そうですが、何かやらかしましたでしょうや。いやいや、追って兄の毛利高元からお達しが入ると思いますが、三村四郎を翔太目助の養子子に入れ、翔家を継がせる運びとなりましょう。せがれが翔家を継ぐと。翔家は備中守護代の価格、それを四郎殿がしっかり引き継ぎ、三村殿が貢献する。さすれば備中国衆は三村殿のもとに集うことになるでしょう。そこまで配慮いただけるとは、このご恩生涯忘れることはありませんぞ。この後、三村家近の長男四郎は翔為助の養子となり、毛利高元から元の返記を受け、翔元助と名乗り、以後毛利や小早川に従い活躍することになる。毛利家は幕府からのお墨付きこそないものの、ビンゴや備中の国衆は大内ではなく毛利の力を認め、従う道を選び始めていく。一方、天子春久は備前茶臼山城で備中の大惨事を知ることとなった。赤たれが、これは小早川隆景の計りごとにござれば。その計りごとにまんまと引っかかったら、お前のバカたれせがれ実久であろうが。ご容赦くださいませ。あのな、おじぼ、容赦云々の話ではない。俺様はビンゴに備中の守護だ。そのどちらにも新宮島を向かわせ、その結果どちらも領土維持どころか減らす失態を犯した。この罪を許しては。申し訳ございません。焼き図を負っておるではないか。何があった。
浦上の兵が橋山砦に突如攻め入り、砦が占拠されてしまいました。拙者の隊が駆けつけるも、浮田や金光隊に横槍を入れられ、撤退とはになりましてございます。橋山砦は奇襲ごときでは落ちぬはずだ。主兵は何をやっておったんだ。そう、それがこのような激文が巻かれているようで。ぐすっと雨子春久に鞍替えした者どもよ、どうやら選ぶ道を誤ったようだな。近々毛利元成と小早川隆景率いる4万の軍勢が備前に入り、雨子春久との決戦に臨むことになる。浦上や赤松に背を向けた者どもは雨子に先陣を命じられ、そして真っ先に散ることになろう。だははは、報いを受けて当然といったところだ。雨子派がビンゴや備中で敗退を続けておることは耳にしておろう。どちらも毛利の策略によるもの。そしてこたびは備前のお前らがその策略により散り去り、一族の領土も全て失うことになる。まあされど我らも鬼ではない、同郷のよしみもある。今であるなら浦上宗景殿も許すと仰せだ。猶予は毛利主力が備前入りするまで。この機は二度とないぞ、二度とな。この文に怯えた砦兵が抜け出したため、あっさり砦が潰されたってわけか。しかし誰だこの沖田ってやつは。南備前の豪族で浦上宗景に従っておる将に御勢やす。毛利方との交渉も宗景の名代を受けた浮田が動いておりやす。浮田の名は以前聞いたことがあるが。浮田家は諸流筋とのこと。その昔本家の浮田家は諸家の浮田に潰されたようで御勢やすが、嫡流を継ぐ浮田直家があらゆる謀略を用いのし上がり、浮田家を復興させたと耳にしておりやす。それに力を貸したが、浦上宗景、直家は宗景の家臣ではありませんが、その器量を見抜いた宗景の絶大な信任を得ている国衆であると。まあ浮田の素性は分かったな。浦上宗景が毛利と結んだのは誠なのか。へえ、毛利とも三村とも結んでおりやす。だからか。これは思案が必要になりましたな。国境で争い合っていた三村と浦上が結び、その背後に毛利の存在、播磨の浦上政宗も幾度と備前に攻め入るが成果は上がらぬまま。浮田のもうストーリーに毛利主力が備前入りするようなら、この地で雌雄を決する戦に臨む。元成との決戦は避けねばならん。いずれ毛利とは戦わねばなりません。大王朝を後ろ盾にしていた国衆らは続々と毛利になびいておるのです。この潮流を打破するには殿自ら軍配を取り、元成や高本を倒す、これしかありません。決戦はダメだと申しておろうが、備中の三村だ、毛利の援軍と共に極上し美政を狙ってくる恐れもある。新宮島のせいでこちらの士気はガタ落ちだ。一旦美政国府まで引き対策を練るとするぞ。良いな。ははついに雨子春久は備前制圧をも諦めなければならない状況となってしまった。毛利が東に勢力を拡大する頃、周防山口の久世春方は一向に毛利から出陣日の知らせが入らず苛立っていた。またもこれか。小早川らを備中に遠兵させており、それらの戻りが遅れておるため挙兵日が定まらぬと、先月も同じような詫び状が届いておりましたが、山の雪が溶けたらすぐにも攻め入りたいと何度も伝えておるに、毛利を頼らずとも吉見を倒すことはできよう。そうではありますが、それをしては多くの周防や長門の兵を失うことになってしまうのです。私は一刻も早く岩見の守護を得たいのだ。そのためには吉見を滅ぼさねばならん。お気持ちはわかりますが、毛利を通さずとも天野や平賀といった国衆に出兵を命じればよかろう。それはなりません。安芸国衆を束ねるは毛利であり、下地を入れるにも毛利を通すようにと訳しておりますれば。おう、予定の時は迫っておるのだ。悠長なことを言っておられん。これはわしからの命ぞ。安芸国衆に直に出兵を命じるのだ。よいな。かしこまりました。では桜尾城の偉殿に早馬を飛ばしまする。はい、急いでくれ。ははこうして大内義長からの嫌味出兵の命が毛利を介さず安芸国衆に直接入った。それに応じた久場片重や白井片忠の隊は江良興綱の待つ中山城に参集を始めた。このことが吉田郡山城に伝わるのは天文23年2月に入ってからとなった。平賀殿、よく知らせてくれた。高家は毛利殿の許しなくば、たとえ大王地頭氏からの下地であろうと動きませぬ。その忠に頼もしいぞ。はは。なんざ平賀殿が来ておったか。もしや
大内からの出陣要請の件か。その通りに、何故毛利殿からではなく、直に出地が入ったのかを確かめておかねばと思い。わしも同じじゃ。かねてより吉見を通じてきた両家にだから申すが、昨年の秋頃から当家に幾度と秋や備後衆を束ね、いわ美濃吉見攻めに加わるよう末殿から要請が入っておったのじゃ。ではその要請を拒んだので。拒んではおらぬ。支度に時がかかるなどと理由をつけ先延ばしにしておったのじゃ。それゆえ王を煮やした王子方が毛利殿を飛ばし、我ら国衆に直接命じてこられたと。そうであろう。して毛利としてはどう動かれるのです。知っておろうな。天物侵攻を阻止すべく備中にまで兵を向かわせておる。再び備後や備中に南進してくることも考えられるゆえ、主力を西に向かわせられぬのじゃ。毛利の主力を向かわせられぬでも、吉川を長とする秋衆を派兵することはできましょう。あえて我らに伝えず先延ばしにしてこられたということは。何を勘ぐっておられるのかも。これは元就殿、いや我らに岩見攻めの挙兵を命じられなかったのは何かいとはあってかと。なるほど。山口から土清水攻めに加わるよう直にお達しが入ったのじゃ。いそうですが。ならばわしや高本の顔色を伺う必要はない。遠慮の大内のために働いてまいれ。な、何を仰せなのです。我らは毛利に従属しておるのです。毛利家からの指示なく兵を挙げることはいたしませぬ。そのことは何度も申し上げてきたはずですぞ。試してしまいあいすまぬ。は、試されたのですか。悪く思わんでくれ。天野殿や平賀殿に限らず、宗家に従うすべての国衆に同様に頼りを送るつもりじゃ。もしや大内と田元は勝つおつもりに。高家を返すという盟約を違えたは大内側、すなわち先に田元を立ったは大内となる。そうではありませぬか。そう解釈もできますが、されど大内と敵対しては。まだ敵対するとまでは申しておりませんぞ。じゃがそうなることも想定しておくのじゃ。お隣様、エラフサヒデ殿がお越しです。そうか、ビンゴにも動員がかかったのじゃな。産むふもとの寺で会うとする。はは。浜野殿、平賀殿、ビンゴのエラ衆も兵を動かした。吉見攻めは間もなくなのじゃろう。追って指示を入れるゆえ戦支度を進めておいてくれ。はは。そうじゃ、帰りがてらエラ殿に挨拶しておいてくれ。承知いたしました。エラ殿にはそれがしも。いや、わしだけの方が都合がよい。は、はは。元就は天野高綱と平賀博介を返そう宝禅寺に入り、エラ房秀と会った。エラ殿、お待たせいたした。待ちくたびれたぞ。そのいでたち、いずこかの合戦にでも行かれるのですかな。ふざけるでない。毛利が一向に動かぬゆえ、我らまでが岩見攻めに向かわねばならなくなったのじゃ。知っておろうが、せがれた貨物と売り合いが悪く、何をするにも対立してしまい、話が前に進まぬのじゃ。三男坊の高本はこれまた、勝手に、備中にまで兵を動かしてしまい手に負えぬ。次男の元春に至って。言い訳を聞くために来たのではない。毛利領を通らせてもらうで、その許しを受けに来たのじゃ。どうぞお使いくだされ。小早川が戻り次第、宗家も兵を挙げまする。平賀や天野にもそう伝えておいたゆえ、吉永様に吉名にお伝えくださいませ。はあ、先ほど平賀や天野とは会い、戦自宅に入ると申しておったで相違なかろうが、急ぎ岩見に向かうのじゃ。承知いたした。ご分を祈っておりまするぞ。こうして、大内吉永を総大将とする吉見討伐軍は、四方を取り囲むように集まり始め、吉永の号令を待つばかりとなった。その頃、機内では、将軍、足利義藤と三好長慶の和議により、お払い箱となっていた、元、細川慶長家の主、細川晴元が、反三好派の丹波衆に担がれ、京に攻め入ったため、反三好派の幕臣による還元を聞き入れた義藤は、再び晴元と手を結んだ。これに怒った長慶は、河内、伊豆に、大和の兵を集結させ、反撃。幕府や細川の隊は三好軍に敗れ、義藤は近江の朽木に落ちていった。十三味の少女、誠執着至極に存じまする。今日追われた身で位をいただいても俺衆ないわ。そう、そんなことを仰せにならず。細川晴元は何故三好に真っ向から戦おうとせぬ。こたびの戦も晴元が動かなかったことが敗因であるは明らかぞ。久保様、日時和尚がお目通りを願っておりまするが。いつぞや世話になった日蓮の和尚だったな。産む通せ。はは。久保様、ご無沙汰しております。産む。三好の使者として参ったのなら話は聞かぬぞ。まさかまさか。それがし、陰陽道にも精通しておりまして。仏道を修行する者が陰陽もじゃと。
神羅万象、この世には陰と陽がございます。明るき時はそう、そして日が沈めば陰陽時、よく当たるのですぞ。ははは、面白きお坊さんじゃ。ならば一つ占ってくれ。世は再び今日にて爆星をしけるのかどうか。お安いご用に。見えましたぞい。まことであろうな。ええ、公方様は再び今日にて立派な祭りごとをなさる時が参ります。まことか。いつじゃ。かすか、たさってか。いつごろかまではわかりませぬが、必ずやその時は参りましょう。ただし、なんじゃ。そのためには運気を高めねばなりません。運気じゃと。いかにもです。運気の高い意味名に変える必要がございます。意味名を変えるじゃと。変えるとすれば、富士の寺社が、これは朝廷より授かったのじゃ、たやすく変えることはできぬ。そうですか。では運気はこれまで以上に下がりましょうな。ややもすれば幕府そのものが消えてしまうが、まあそれもやむなしやむなし。待て待て、仮に聞くが、変えるとすれば富士に代わる一字は何がふさわしい。今の公方様は陰、それをように移すのです。日の元を照らす輝かしい将軍となるにふさわしいは照の日。よし、照か。おお、恩気が爆上がりに上がっておりまするぞ。そうかそうか、朝廷に何を言われるかわからぬが、世の代で将軍家を潰すわけにはいかぬ。世はこれより足利義輝と名乗ることとするぞ。公方様にもう一つお耳に入れておきたいことが。聞かせよ。母、秋の国の国衆毛利家をご存知でしょうや。確か大内に従属している国衆であったか。その通りにございます。よもや毛利に秋の守護を与えよなどと申すのではなかろうな。いえいえ、そうではありません。されどその器を秘めた領主であることは間違いございません。和尚は確か出雲が里であったはずだが、天子と敵対する大内派の毛利を何故持ち上げるのだ。それがしはどの大名にも属しておらぬ放浪の僧、中国地方を見聞きしたままをお伝えしたまでにございます。そうか、秋の毛利か。ちなみに当主の名は毛利高本に。毛利高本か。古生の申すような器量があるのなら、嫡男にテルを返記してやろう。毛利高テル、ないしは毛利テル元ぞ。お気が早いことに。大内にぶら下がっておるようではお話にならんがな。まあ毛利のことは頭の片隅にでも置いておくとするぞ。はは、ではそれがしはここらで。室町幕府第13代将軍足利義輝と名を改めた頃、周防山口では出陣の時が迫っていた。結果、毛利や吉川に小早川和平を出さず、中山城に集まった兵は5000そこらか。幾度と出兵を解いたが、元就殿と高本殿とで折り合いがつかぬようで。平賀や天野も動かぬのか。戦支度を進めておるようじゃが、中山城に入ったとの知らせは届いていない。秋の奴らめ、舐めやがって。ああ、秋の者らは、吉見を滅ぼしの地に待つ、石見銀山の奪還、そして、出雲攻めに大いに働いてもらうとするぞ。そうですな。その時はしっかりこき使ってやる。いよいよじゃな。はい、すべて整っております。あとは、吉永様の号令を待つばかりに。吉見名の者聞いてくれ。いよいよ落ち投手となったこのわしが。尺が伸びておりまするゆえ手短に。そうなのか。ならば皆の者、出陣じゃ。総大将大内義長の号令により吉見討伐は始まった。山口を立った本隊は野上久忠を先陣に北進し、渡り川城を本陣に置いた。萩に参集した西の長門軍5000は水軍を町の高春が指揮し、大将に長門守護隊内藤高陽、副将に青影高明がつき、北東に進軍。平山城、和二郷山城、御嶽城を次々に攻略。長門軍の快進撃を聞いた末春方は自ら隊を指揮し、吉見家臣畑野重信のこもる金城を包囲。長門軍も合流した大内軍が金城を攻略し、畑野重信は討ち死にとなった。一方、中山城に参集した江良興綱を対象とする秋林檎軍4000は西に進軍し、石見に入ると竹内弘時の守る雫城を半月かけて攻略。六前城に入っていた吉川頼貞は畑野の討ち死にを聞き、三ノ瀬城を捨て三本松城に入ったため、大内軍は悠々と城を奪っていった。北からは大井田高森、松田藤金の石見軍4000が下瀬頼貞のこもる下瀬山城を北に布陣し、下瀬隊を釘付けにした。
この知らせを受け、大内義長は渡り川城から徳佐城に本陣を移し、須江春方は三本松城の向かい山に陣城を構えると城の包囲を開始。およそ1ヶ月のうちに義見は三本松城と下瀬山城以外の地を失ってしまった。北の絡め家には江良隊が、西には長門の内藤らの隊も布陣、諏訪の盆地一帯が大内の兵で囲まれておりまする。ここまで大掛かりに来るとは、北の下瀬も動けぬままか。増田隊に睨まれており動けぬかと。父上、毛利の援軍は入らぬので。三年者が高本殿、いや元成殿の心を動かすには至らなかったようじゃ。されど物見を知らせによれば、毛利も吉川も、それに天野、平賀、三好、山之内といった国衆だが、大内の囲みに参集しておりません。そうなのか。ええ、あの末のことです。毛利や毛利派の国衆が来ているなら、城囲いの最前に配置させてくるはず。されど見渡す限り、それらの旗差しや馬印は確認できません。高知と毛利の間に亀裂が入ったのか。何とも申せませぬが、このような大仕掛けの合戦に毛利軍が加わっておらぬは、きっと何かありまするぞ。秋やビンゴに攻め入ってきた天子と戦っておるとか。目付として秋とビンゴに入った八兄弟が包囲に加わっておるのです。秋やビンゴが有事ではなかろうかと。確かにそうであるな。仮に毛利が王子から離反を企んでおるとするなら、秋やビンゴ、そして周防が手薄となっておる今がまさにその好機。あり得る。あの元成殿なら十二分にあり得るぞ。ええ、今はそれを信じる王城でしのぐぞ。はは。この末春方の使者が降伏褒章を求めに参っておりまするが。降伏などせぬ。死者の首を跳ね、門前にさらしておけ。は、はは。吉見正頼は、毛利離反という一縷の望みにかけ、籠城による徹底抗戦を選んだ。死者が切り捨てられたじゃと。はい。下駄方東門の前に首がさらされておるのを確認しました。吉見正頼、死ぬ覚悟ができたと見た。ならば望み通りにしてやろうぞ。そう攻めにございますな。は、そうじゃ。全将に伝令を飛ばせ、ホラガイを合図に総攻めを開始せよとな。はは。春方様の陣からのホラガイ、いよいよ総攻めですな。そのようじゃ。よし、これより城に攻めるぞ。全軍進めへ。いよいよ吉見の居城、三本松城攻めが始まる。来たぞ、弓隊構えよ。放て。矢を恐れるでない。門を破壊し、クルワを制圧するのだ。全方位からの総攻めを受けた三本松城であったが、守る吉見兵の士気は高く、門破壊を試みる大内兵を幾度と跳ね返す奮闘を見せた。だとき立ちまするが、どの門も突破できておらぬとのこと。何をやっておるのじゃ。どこか一つでもこじ開けさえすれば落とせるのじゃ。攻め続けよ。その後も門破壊には至らず、この日の城攻めは失敗に終わった。翌日以降も城攻めは続けられたが、失敗が続き、反対に吉見隊の夜襲を食らうなど、大内軍の被害は日を追うごとに増していった。明日より策を変える。西に兵を厚くし、南と東から。末殿、誠残念な知らせな。あんじゃ。祖父が前哨寺に定期を引き取ったと知らせが入りました。沖森殿が行かれてしまったか。城攻めが終わっておらぬのに申し上げにくいのですが、一旦山口に戻らせていただけないかと。そうじゃな。戻って工事に勤めよ。吉見を滅ぼしの地前哨寺にて盛大に法要を執り行うゆえな。はは。では失礼つかまつりまする。吉作の続きじゃ。南と東はあえて兵を少なく見せかけ、城攻めが難航する中での長門守護隊内藤隊の離脱はさらに士気を低下させることになってしまった。4月の末になり、力攻めで落とせないと判断した末春方は、長期戦となる兵糧攻めに切り替えることにした。この吉見正頼の見事な籠城戦の様子は、石州により逐一元成に届けられていた。そうか、吉見は世を耐えておるの。石州は引き続き諏訪野の大内隊を見張り続けよう。動きがあればすぐに知らせるのじゃ。心得た。しかしまた一人、義興殿、そして義孝殿に仕えた御仁が去ってしまったか。しみったれたことを口にしている時ではありませんぞ。はははは、しみったれにしみったれと言われてしもうた。笑っている場合ではありません。籠城で忍ぶ吉見殿を救いに急ぎ動きましょうぞ。天間に動く気配はなく、高影の隊も秋に戻っております。兵端の都合は整いずみ、我らに従う国衆がの見当もついておるのです。
これ以上何を待つ必要がありましょうや。待っていたものが今朝届いた。この家紋は大友。ハーブンゴの大友じゃ。毛利元就殿、弟大内義長が毛利家と結んだ盟約を破ったこと、わしが放った患者の調べにより確かであると判明した。義長が何故そこまで吉見攻めを据えておるのかは分からぬが、約束事を違えたことは紛れもない事実。弟に代わり詫びさせていただく。まあわしごときが頭を下げたところで怒りは収まらぬか。この一件で元就殿が大内を見限ると申すなら、それはそれで結構。大内と毛利が争うことになったとしても、当家はどちらにも加担せぬことを誓おう。されど条件が一つある。瀬戸内での商いはこれまで通りさせていただく。特に行儀の悪い村上水軍の者らにしっかり伝えておいてくだされよ。さすが父上、しみったれと申したこと深くお詫びいたしまする。公主がやすやすと謝罪の弁を口にするでないと。そうでした。ではいよいよ。はあ、これで万事万端整った。あとは大内義長、家康春方がどう出るかじゃ。明後日軍議を開く。主だった家臣並びに上見攻めに動かなかった国衆らを集め。はは、手配いたしまする。天文23年5月頭、毛利高元からの緊急の召集を受け、毛利家臣、そして従属国衆の長が吉田郡山城に集まった。稲見長田に集まっていただいたは他でもない。わしの後をつぐ着し、こう鶴丸を見ない。それは軍議の後にせよ。そうですよね。当家がここまで支配地を拡大できたは、他ならぬ南長田が当家に従い尽力いただけたからである。まずもってそのことに深く礼を申す。されどその躍進は大内義雄貴様、義高様の支えがあってのものである。先々代の叔父沖元は義雄貴様に沖の一字を、それがしは義高様より高の一字を賜った。残念ながら父はいただけなかった。それは言わぬでよい。そうでした。この中にも元気を賜った者は陽気おろう。そんな恩ある大内家、そして義高様を半ば裏切る決断を、それがしは団長の思いでせねばならなかった。なぜなら我らが秋の国、そしてビンゴの国を再び戦乱の地としたくはなかったからじゃ。少なくともここにおられる南長田は同じ心であると信じておるが、そういないな。ハニ様長いです。そろそろ本題を。余っておれ。はいはい。話を戻すな。わしは恩ある義高様を裏切ったことに後悔はしておらぬ。されど末と組まざるを得なかったことは痛恨の極み。大内家が当家との盟約を違えたことは周知の事実であるな。これが何を意図しておるか。それは当家を軽んじての計らいではない。我らの力が増していくことを恐れたからに他ならぬ。そうであろう。盟約を違えたは盟約破棄に同じ。よって今ここで皆に明言する。毛利はこの日をもって大内の従属を解消し独立する。高本様、それだけはご勘弁。恋情を戻していただいた大内に弓引くことはできぬのじゃな。されどそれは義高様のお計らいであろう。そうではありますが、我ら一族は桜尾城の市場として厳島を警護するがなりわいでありました。江田殿、萩殿、金森殿の配慮によりその務めに戻していただいた恩もあるのです。その務めを奪おうって話ではない。務めに戻していただいた方々を裏切るは我が領民を裏切るに同じ。おおい待て。おわぬでよいのです。さあ、されど殿。恋殿の申したことももっとものこと。ここにおられる南長田の中にも領土ごと商いごとで大内を敵に回すことができぬ者もおられよう。そうであるなら今ここでお引き取り願いたい。そしてすぐにも籠城の支度に入るのです。さあ、毛利の城攻めを堪能されたい方は遠慮のお帰ってくだされ。兄じゃ、そんな言い方したら帰りにくいです。良いのだ。さあ、残られた南長田、これより我らは雨もそして大内と渡り合っていかねばならぬ。そのためにも秋並びにリンゴの完全統治が急務である。その策については父より説明する。公主らしくなったの。さて、今しがた主高本が申した通り、我らは以後北の雨子、そして西の大内という大名と対峙することになる。そのためにもまずは秋とビンゴをしっかり固めておかねば話にならぬ。すなわち恋をはじめ退出した者らの討伐じゃ。これまで戦場を共にした者らではあるが、心を鬼にしてこれをなすぞ。よいな。出陣日はリスカゴと定める。まずは宍戸高家、三好宗隆。
双方を対象とする備後衆じゃが、二手に分かれ、宍戸隊は渡辺隊と共に南から、三好隊は山の内隊、和地隊と合流し、北から旧枝領を全て制圧せよ。はっ。朽場道義は伊豆派衆と共に北の赤名や小笠原の監視を続けよ。大内との決別を知った雨子春久が狙うとすれば岩見、宗家の弱点である北領をしっかり守るのじゃ。はは、死守いたしまする。次に熊谷と香川じゃ。熊谷は阿蘇沼や野間の船手衆と共に二保島の城と砦を吸収せよ。香川は小以上の直行を解き伏せるのじゃ。三度説得に迎え、それでも心が変わらぬ時は師匠攻めに切り替えよ。はは。高影、そなたはまず村上武義を説き伏せよ。村上水軍は瀬戸内で海苔の多くを大内家に依存しておる。よって宗家と大内どちらに組みするかは五分五分じゃ。意にうるさいの島の村上武義殿はおそらく厳しいでしょう。因島村上だけでも動かせられればよいところかと。そこをなんとかせよ。父上も武義殿のことはよく存じておりましょう。あの者は時勢を読む力は優れておりますが、それがゆえに用心深い将でもあります。どちらかの優勢が判断できるまでは静観を通すわけ。兵味方にも敵にもならぬかと、ゆえに因島と当家の水軍だけと捉え策を立てるべきです。なるほどの。ならば大内派の能見城をまず置かせ、その後に厳島を制圧せよ。承知です。最後に元春。よっしゃ。吉川隊は笹井軍制圧の先鋒とする主力を率い水志賀城を落とし、そして桜尾城に迎え、和紙や高本も小井城、不殺城を抑えしのち桜尾城に向かう。合流の後桜尾城の総攻めですか。はあ、そうなろうが、城主は伊奈義見攻めに出ておるゆえ、大半は降伏し会場となろうがな。俺様にビビって会場ってわけか。まあしゃあねえか。は、わしの話をしっかり聞いておらんな。皆の者、先にも申したが、出陣は5日後の5月12日じゃ。おのおのがおのおのの務めを全うすれば、必ずやこの月のうちに滝ビンゴの統治は叶う。抜かりのを頼むぞ。さあ里に戻り、戦支度にかかるのじゃ。俗に上下引き分けと呼ばれる毛利の独立戦争が始まった。元就は各大将に緻密な指示を与え、大将はその指示に忠実に従い行軍した。最初に遂行したのが宍戸や三好による旧枝領の制圧であった。また秋縄では古島村上の援軍を得た小早川隊が能見衆を降伏させ、続く厳島をも制圧。熊谷隊、阿蘇沼隊による白井領の府中砦攻めも成功し、続く二保島城も白井片盾の嫡男春種を敗走させ城を攻略。全ては元就の描いた通りに進んだが、香川光景による恋直行の説得は難航していた。おう、これで三度目じゃ。そなたもしつこいの。交渉は三度入れよと言われておるでな。何度来られても返答は同じじゃ。こたびはそなたを解き伏せに参ったのではない。思い出話でも語りに来たか。あ、そうじゃ。もうあれから十数年経とうか。あの時そなたは小以上を捨て元就殿の家臣となるべく落ちていった。遠い昔のことじゃ。そうじゃな。あの時そなたはわしに武田を捨て毛利へ下ることを必死に解いてきたな。そうであったな。こたびは谷上かわしがそなたを毛利に戻す役回りじゃ。まことおかしきことよ。何が申したい。あの時そなたは領土を捨て裸一貫浪人となり毛利の軍門を叩く。男として筋は通っておろうと申しておった。覚えておるか。申したかの。おぼけるな。わしはその言葉に心打たれたのじゃ。武田家臣であった我らが今ここに生きておられるのはそなたの男気が元就殿に通じたからじゃ。そうでなければとっくに我らは切られておる。は、確かにな。わしの命はそなたが守った。そしてそなたの命は元就殿が生かしたのじゃ。結局のところわしの説得を死に参っておるではないか。いや、逆じゃ。逆じゃと。わしは悟ったのじゃ。そなたはこの城を枕に一時にすることを選んだ。それが恋直行という男の筋であり死に様なのであろう。ならばわしも八木城を枕に討ち死にし。な、何を言っておる。お主が死ぬ必要はなかろうが。先ほども申したであろう、わしはそなたに生かされた命じゃ。そなたが死を選ぶならわしも習うが男の筋じゃ。そなたの決意に触れわしもその境地にたどり着いたのだ。わしは主を道連れにするつもりはない。先に道連れにしたはそなたではないか。
さてさて、礼儀上にこもるとするかな。ダメじゃ、死んではならん。ならばこちらに一筆を。あ、わかった。恋の離反を思いとどまらせた香川光景は、小板を引き、草筋を囲んだ。無水の久場刀王は、毛利元成の本体が向かってくることを知り、城を捨て撤退。それを聞いた桜尾城兵も次々に逃げ出したため、吉川隊が開城させ、高本と元成は一度も城攻めを行うことなく、桜尾城までを制圧し、城に入った。直行、よう思いとどまってくれた。わしは嬉しく思うぞ。なんとお詫び申し上げてよいか。毛利に心中を決めた、あの頃の思いを失念しておりました。領土はすべてお渡しいたしますゆえ。奮議の場を去ったことを咎めねば、他の者に示しがつかぬ。恋状は召し上げとするが、大体の所領を与えることとする。は、どこへなりとも向かいまする。そなたの先祖は、厳島新領衆。武田に従属となってからも、新領衆の一族として勤めて参った者。そんなそなたにふさわしい地じゃ。もしや厳島に。うむ。神社の北にある宮尾の山に、その昔、大地軍が築いたとされる砦跡がある。ここを復興させ城とさせるのじゃ。縄張りは任せるが、すぐ北に船が止められるよう浜を拡幅させよ。よもや神聖な厳島で戦などと。大内は必ず厳島を取り戻しに来る。神社が戦場とならぬためにも、恋衆がしっかり城を築き島を守るのじゃ。できるな。神領衆の名にかけて、必ずや、社や島を守り抜きまする。よう申した。父上せ、こうからの知らせ。落ちた大内兵らはこの門山城に逃げっておるとのこと。中山城も城を固め出しておる。そうか、吉川隊は街道の交わる色尾の地に陣を置き、監視を頼む。承知した。中へ予定よりも早く東支え軍を抑えられましたが、この先は街道も山手と海手に分かれまする。一旦地固めに入るべきですぞ。そうじゃな。二藩を知った大内がいかに出るか、策はそれを見定めてからでもよかろう。坂本、降伏した者らへの安堵状、並びに宝石をあげた者らへの勘定を頼むぞ。安堵状は受け持ちますが、戦働きを知るは父上にござれば、勘定はお頼みしまする。もう申すようになったの。この秋や備後での異変は、すぐにも三本松城を囲む須江本陣に届けられた。これが狙いだったのか。須江殿、我が城が毛利に奪われたのです。どうかすぐにも取り返しに向かわせてくださいませ。拙者の桜尾城も、そして厳島までもが毛利の手に落ちております。拙者の隊もどうか。対等隊が欠けてもおるのじゃ。ここの囲いを解くほどの兵を向かわすことはできぬ。されど手を打たねば周防までなだれ込んでくる恐れもありまする。それがしが控えの隊三千を引き、毛利の動きを封じてまいりまする。ふむ、ならばエラオキツナと地を知る白井の隊とともに、山手から中山城を目指せ。無理に桜尾城を奪い返そうと思うな。明石峠までを抑えておけば、毛利は手を出してこぬ。はは、心得ました。先よ、そなたはすぐに山口に戻り、ご詰めとしておる広な堅いを岩国に向かわせ、街道を抑えるよう指示を。はは。あと甲府港に船を集めても置くのじゃ。かしこまりました。よしみですな。再び力攻めに切り替えまするか。いや、それ相応の支度を整えての反旗であろうで、よしみと通じてのことかも踏まえ様子を見る。田の元成が敵となっては、奥の手を用いるしかないか。いかなる。浜本結び毛利に当たる。あ、浜本は僕ですと。これまでも浜本は僕したことはある。それに、今の雨子にとって悪い話ではないはずじゃ。そう、そんなことをしてワイワミの銀山は。毛利を始末するまでの和議じゃ。銀山奪還はそれからぞ。わしはこれより吉永様の本陣に向かい、このことの了承を得てくる。草秀は毛利のことが吉見に伝わらぬよう徹底的に城を包囲しておくのじゃ。ははは。毛利の離反を知った須江春方は、吉見攻めを継続しつつも、宮川を伏せながら一部の隊を東周防に向かわせ、同時に雨言葉を牧し、毛利を共闘する策に動いた。この三本松城を囲む大内軍の動きは、関州により元成の知るところとなった。そうか、主力は包囲を続けておるわけか。向かってくる数から察するに、吉見攻めが片付くまでの抑えであろうかと。であろうな。関の知らせによれば、宮川房長の隊三千ほどが山手から中山城を目指しており、広中高金隊は山口から豊富に向かっておる。
おそらくは本領の岩国で周防入りを塞ぐつもりなのじゃろ。いかがしまする。笹井軍の北部で土豪や農民らが立地を起こす気配もあるゆえ、兵を分散させる時ではないが、いずれやってくる大内主力との戦いの前に機運を高めてもおきたい。大内よりも我らの方が優勢であるという機運ですな。はあ、そうじゃ。それであるなら、用心深くわしの策をよく知る広中高兼よりも、決起に流行る宮川房長の方が扱いやすい。そうですな。よし、今宵桜尾城で分岐を開く。主だった将を呼んでおくのじゃ。策を定めた元就は、各将に指示を入れると、翌日より毛利軍が動いた。天野や平賀といった隊は、西国街道沿いの門山城を包囲させ、吉川や小早川の隊は中山城攻めに向かった。元就と高本は、伊良の地に本陣を構え、熊谷、香川、坂、桂といった隊が本陣の周りを囲むように布陣。一方、二手から迫る大内隊のうち、海手の広中隊は、岩国に戻ると、街道を固めるとともに、門山城に、ご詰めを送る支度を開始。山手の宮川隊は、秋の国に入ると、高知神社を宿営地とし、石膏を放ち、毛利の動きを探った。なるほど。やはり隊を分け、中山城と門山城を落としに出たか。桜尾城に残してきたせがれは、おそらく毛利の人質となっておる。一刻も早く桜尾城を。同じく、芋島の留守居として残したせがれ、春種も、行方知れず、なのじゃ。まあお二方、せいてはことを何とやらと申すであろう。まずは、中山城を守り抜き、ここを拠点に桜尾城を目指す。厳島や秋名台は、杉浦八尾原らの周防水軍が向かってくるまでは何ともできんが、我らは、山手からの周防入りを防ぎ、毛利軍の戦意を削ぐが務めぞ。ならばすぐにも、中山城に向かいましょうぞ。吉川隊が迫っておるのですぞ。ここから中山城までは、およそ2里、今宵のうちにも城に入れようぞ。いや、ただ城に入るでは芸がない。どうせなら、城にしか目がない敵陣を夜襲で壊滅させようぞ。良い案じゃ、それで参ろうぞ。よし、暗くなったら隊を進める。エラ戸の案内を頼みまするぞ。お任せを。宮川らの隊は、夜襲攻めを決めると、日没とともに中山城へ向かった。その頃、中山城の東に進軍を済ませた毛利軍では。兄様敵軍は蔦村まで迫ってきたとのことです。おそらくは、夜襲か朝掛けを仕掛けて来ようゆえ。聞いてますか？うるせえな。夜襲か朝掛けだろ。聞こえておるわ。それより黙っておれ。何を見てるので？向こうの方でうっすら光が散るのが見えるだ。ホタルの群れに。ああそうだ。あの光方は、人に対しての威嚇の光。敵の先方は、もうすぐそこまで来ておるぞ。北の林をお返してくるつもり。へえ、兄様の意外な一面を知りました。意外とは何だ。ははは、さあどこまで追わせることができるか。オスも吉川、ノクも吉川、この俺様に任せておけ。ならば任せましょう。さあ、敵に悟られぬよう撤収自宅にかかれ。一方、北を迂回する大内軍は毛利陣営を確認できる地まで迫っていた。あのかがり火だ。吉川や小早川の神社、物見の知らせでは元就のせがれらが率いているとのこと。どちらかでも討ち取ることができれば、殿から大いに褒められようぞ。はあ、そして毛利軍の士気は大きく沈むことにもなる。後続も揃った。いつでも行けるぞ。そうか。よし者ども、狙うは吉川元春、小早川高影の首だ。首を上げた者は城持ちになれようぞ。静かにせよ。さあ行くぞ。当家に歯向かったことを悔やむがよい。攻めかかれー。五福島の戦いの前哨戦とも言われる押木端の戦いは、大内軍の夜襲で始まった。来ましたね。赤金は徹底の誘導を頼む。松明で逃げ道を示すことも忘れるな。言われなくてもそうします。父、憎たらしい弟だぜ。さあ軒の吉川を見せる時だ。敵と戦う必要はない。武具はここに捨ておけよ。慌てて逃げ出しておるぞ。焦がしてはならん。越え、大野だ。大内軍の猛追が始まった。やべえ、大内軍がやってきた。越え、越えよ。皆東へ逃げるの。追ったぞ。あの品のない派手な装束は吉川元春ぞ。やつを追え、必ず首を上げるのだ。襲撃を想定していた毛利軍の撤退は早かった。小早川隊は後続の吉川隊を誘導するために要所要所に松明を置きながら撤退。明石峠を越える地まで進んだ。吉川隊も松明を目印に撤退を続け、
それを大内軍が必死に追い立てた。その状況が小早川の石膏により異老本陣に届けられた。宮川がかかったか。あとは弟らが明石の峠越えをさせられるかですね。元春ならやってのけるはずじゃ。信じましょう。元住、井上、坂、福原の隊に合図を。は元政、先に峠を越えよ。殿を置いていくことはできません。奴らに峠越えをさせるためには俺がおとりにならねばならんのだ。さあ家臣らを率い峠を越えよ。は必ずや異老本陣までお戻りくださいませ。あ本陣で会おうぞ。さあ急げ。ではごめん。大落ちの者ども、俺様が吉川元春だ。ズブ、この首は簡単には渡せんぜ。ズブ、大吉川は元春を囲んでおるぞ。はあ、これは撃てるぞ。されど、この先は明石島で、その先はアイロな川沿いの道となる。暗い中の深追いは避けるべきぞ。そうじゃな、元春の首を持って中山城に戻ろうぞ。うむ。さあ元春の首を上げ中山城に凱旋するぞ。かかれ。ズブ、増えてきた。ズブ、そろそろだな。てめえらに俺の首はやらん。取れるもんなら取ってみやがれ。元春が峠に逃げたぞ。上逃すでないぞ。白井隊に続き宮川隊も吉川元春を追い峠を越えた。よくやった。おお、やっと来たな。姿をくらますぞ。どうやって。捕まれ。何、元春を見失っただと。森に逃げたのよ。探せ、必ず探し出すのだ。ははは。おしきばたの地で吉川元春を見失った大内軍は暗い中必死に捜索を続けた。しかしこの地におびき寄せるが元成の策であった。坂殿、そろそろですな。む、引き返す前に仕留めるぞ。敵軍の中には末春方の重臣宮川房永もおるはずじゃ。討ち取れば大きいぞ。さあホラ貝を鳴らせ、全軍突撃じゃ。このタイミングで南の森に潜んでいた毛利軍が一斉に大内軍に攻めかかった。南の森から毛利兵が現れた。しまった、帰りしすぎたか。急ぎ戻りましょうぞ。はあ、中山城に戻る。皆西へ撤退せよ。脅させるか。退路を塞ぎにかかる。わしに続け。長時間の行軍で疲れがたまる中、毛利の伏兵による奇襲攻めを受けた大内軍は統率が取れず、あっという間に壊滅。宮川房永と白井片種も混乱の中離れ離れとなり、宮川は追っ手を逃れるため押し木バトンを山に登った。白井はどこへ行った。あ、わかりませぬ。どこかで見失いました。いかほど残っておる。ここにおる余命だけに。そうか、吉川元春は我らをこの押し木端に誘い込ませるためのおとりであったのだな。おそらくは。春方様は明石峠までを同瀬であったが、欲に負けそのお言葉を失念したために貴重な大内兵をただ失うという失態を犯してしまった。もはや春方様に合わせる顔がない。との解釈を頼む。は。毛利元就に高本、そして吉川元春に小早川高景、そのうちの一人でも大内一門におったのなら、当家はこうはならなかったのだろうか。末春方様、それがしはここまでです。どうか、憎き毛利を、毛利を。ごめん。ずぐ。この、あの世までお供つかまつりまする。ずぐ。末春方の右腕、宮川房永は、押し木端の山で、自陣。早朝になり、その首が毛利本陣に届けられた。ふむ、宮川房永の首に相違ない。塩漬けにし、丁重に岩国へ届けてやってくれ。はは。高知軍の死者は800ほど、峠を越えた数から察するに半数に上るのではと。白井片種、エラオキツナの首は上がらずか。残念ながら高山城に逃げられたのではと。そうか。父上、いかがでした。無理をしすぎじゃ。槍さばきと逃げ足に自信があるからと慢心するでない。そなたは吉川の主じゃ。もうそっと我が身の。ちょっと待ってくだされ。褒めてくださるのでは。私の正確な松明誘導がなければ今頃その首はなかったでしょうね。また一つ貸しができました。ははは。てめえ、今日という今日は絶対許さん。待ちやられ。父上、峠越えをさせたは元春の功、少しは褒めてやらねば。
お家のあるじたる者が我が身をおとりに使うなど、下策の中の下策、もそっと頭を使った呼び込み策を考えねばならんのじゃ。されど、しじじい様が以前申しておりましたが、父上も若い頃は我が身をおとりに敵の武田軍を挑発していたと。ひ、広吉め、余計なことを。すべての隊が本陣に戻りましてございまする。ふむ、高本締めを頼むぞ。はは、こたびの明石、おしきばたの合戦に従った南長田、周防州との合戦に勝利できたこと、まこと嬉しく思う。ようやったぞ。元春、高影、よう敵をおびき寄せた。兄より礼を申すぞ。はは。褒美として、おしんに何か特別なものをこしらえて。いりませぬ。そうか。福原貞俊、坂広政、井上成有、そなたらの働きも見事であった。褒美として、おしんが新たに編み出した。お遠慮いたします。そうか。桂元純。結構です。まだ何も申しておらぬ。そうでした。宿老であるそなたを桜を上司とさせる、佐藤軍、笹井軍の統括を託すぞ。はは。熊谷の武名を、そなたは、娘婿の野又風音と、常野山の浅沼博秀と共に、秋名田警護衆の頭とする、海を頼みましたよ。お任せくださいませ。さあ、皆の働きにより、末春方の懐刀、宮川房長を討ち取り、幸先よく、大内との初戦を勝ち取った。されど笹井軍は、中山城、門山城など大内領は残っており、大内を見限ったことを不服に思う領民らが、各地で一揆を起こす気配もあると聞く。まだまだ油断してはなりませんよ。大内が新手を投入してくることも考えられる。大内離反を好機とばかり、雨子が秋やビンゴに攻め入ることにも用心せねばならん。これまで以上に気を引き締めてことに当たるのです。良いですね。さあ、大内軍に勝利した皆の喜びの声を聞かせてくれ。勝ち時を上げなさい。防御引き分けとは、毛利家が大内の従属を解除し独立したことを表現する呼称で、ここにある引き分けとはスポーツでいうドローではなく決別を意味している。ここからはいよいよ戦国大名毛利家となる戦いが始まる。はしごを外された大内家の末春方がどう出るのか、その状況を知った中国地方最大の大名天子春久がどう判断し動くのか、三つどもえの新たな勢力図がどう塗り替わっていくのか、次回作以降でご確認ください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。当番組では、通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や考えを想像することで、合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない。そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。